1次リーグ4得点、復活を果たしたロナウド。世界屈指のレフティー、リバウド。そして若きゲームメーカー、ロナウジーニ。 3R と呼ばれるこの3人を軸に、5回目の優勝へ向けてブラジルの決勝トーナメントが始まりました。もう一つ注意、1回戦の相手はウィルモッツ率いるベルギーです。ベルギー先制。サッカー王国復活への第2章が始まりました。リバウドです。このワールドカップにコンディションを合わせてきたリバウドからロナウジーニョ、いつシュートが来るか、来る来る来る、そしてロナウドループをかけた。カナリアカラーが揺れる神戸、序盤からブラジルの 3R が観客を魅了します。スピードに乗るとこの3人はなかなか止めれないですよね。ロナウドです。裏側を意識しましたブラジルのパス、中でリバウドも待っている、これが来る、左足、しかしベルギーはブラジル相手に一歩も引きません。ウィルモッツを中心に攻撃的なサッカーを展開します。オーバーヘッドが来る。そして前半35分、ホイッスルはありません。そのままクロス入ってくる、シェリングシュート、決まりました。いや、ファール、ファール、あ、ファール取りましたね。ファールですね。あのヘディングするときにですね、ウィルモッツが後ろから押さえたということでファウル取ったと思いますけどね。微妙な判定でゴールは取り消されました。このシュートがブラジルの目を覚ましました。中央、今度はブラジル抜けて、よくキーパー出ました。デブリヘル、ロナウジーニョ、さあリバウド来る、ロナウドも逆サイド来ています。ロナウド完璧でしたが、シュートの方向だけ。いや、なんちゅうボールを上げるんですかね。人数はディフェンスの方が早くに戻っているんです。ですが、あのクロスが通ります。入ってくる、入ってくる、ロナウジーニョ、シュート、コースが変わっている、キーパーを抑えました。ディフェンスに当たってコースが変わっていくところ。後半に入ると再びベルギーが試合を支配します。シュートに来たウィルモッツ、キーパーがかろうじて指先に当てています。いやー、でもこの選手は大したもんですね。まだありましょう。裏はどうだ、ムペンテ来る、キーパーマルコス、ムペンテ来て戻して、ウィルモッツだ、シュートレンジ、シュートの距離だ、ウィルモッツシュート、さらに来る。いやー、よくマルコスが防ぎましたね。すごい攻め、ベルギー。いやー、打つも打ったりですよ、守るも守ったり。防戦が続くブラジル、ピンチを救ったのは黄金の左足を持ったこの男でした。ロナウジーニョ、出しどころはあまりありません。揺さぶります。ここ来ますか、リバウド。苦しい時にはこの男、カナリアカラーが揺れます。欲しかった、欲しかった得点。後半22分、リバウドのゴールが試合の流れを変えました。さらに42分、今度はロナウドでした。いいボールで見せどころ、決める男が決める。追いすがるベルギーにとどめを刺すロナウドのゴール。リバウドとともに
4試合連続の得点でした。2人の活躍でブラジルはベルギーを跳ねのけ、3大会連続のベスト8進出です。